初代トヨタセブンの登場は1968年、当時日本の自動車メーカーは日本グランプリに自社製スポーツカーを送り込んでその速さを競っていた。トヨタも排気量3リットルの V 型8気筒エンジンを積む自社設計の2座席オープンカーを開発し、68年の日本グランプリに送り込む。だがライバルの日産が排気量5リットルの R381 を投入してきたため、このトヨタセブンは完敗を喫してしまう。そこでトヨタは翌69年の日本グランプリに向けて排気量5リットルの V 型8気筒エンジンを新たに開発、車体も作り直してトヨタセブンを進化させた。ところが日産はさらに排気量の大きな6リットルの R382 で対抗。トヨタセブンはまたしても敗北した。トヨタは日産を破り、さらに世界へ進出するためトヨタセブンを大改造することにした。 V8 エンジンには先進的なターボチャージャーを装備し、最高出力は800馬力を突破。さらにラジエーターを車体側面にレイアウトした軽量コンパクトな車体も新しく開発した。この新しいトヨタセブンをトヨタは70年日本グランプリへ参加させると同時に、北米大陸で世界的な人気を博していた2座席スポーツカーレースカンナムシリーズに挑戦する計画を立て、テスト走行を開始する。ターボを備えたトヨタセブンは1970年時点で世界最強のレーシングカーであった。ところが8月、鈴鹿サーキットでのテスト中にエースドライバーである河合実の事故が発生。トヨタはこの事故を受けて2ヶ月後の日本グランプリ参加を中止する。そしてガンダムシリーズへの挑戦計画も白紙に戻されてしまう。こうしてトヨタセブンの開発は打ち切られ、惜しくも一度もレースを戦うことなく姿を消したのである。